皆さんこんにちは。今回はですね、上野愛咲美四段と韓国のパク・ジョンフン五段との乃木常対局の模様をご紹介したいと思います。パク五段なんですけれども、2000年生まれの棋士で、2014年に英才入段大会っていうので、入段を果たした、期待のホープですね。ただ2000年生まれって言ったら新人賞九段がいますので、その陰にちょっと隠れてねって言いますけれども、一応ね、韓国では期待の若手ですね。では初手から見ていきたいと思います。パク五段の黒番です。二間じまいしましたね。でかかって一間ばさみしました。でこれに対して、これなんて言うんでしょうね。普通一間ぐらい飛ぶんですけれども、こっちに打ちましたね。はい。これは何でしょうね。割り打ちなのか分かりませんけれども。模様を消そうということですね。三々入りました。で、一間閉まりまして、つけましたね。で、ここで下から跳ねました。下から跳ねて、跳ねて、切って、伸びて、当たりを打ちましたね。下がって、これはお互いね、すっきりしてますね。黒は、飛ん抜いて、白はこれはシチョウでね、二目を取れますので、お互いすっきりとした形ですね。で、ここで、二間に開きましたね。安全の意味で開いたんですけれども、今すぐ開く必要はなかったような気がします。こっちのが、急場でしたね。こっち一間飛ぶのがね。一間じゃなくて、ここ、つける手がね。つける手が急場でした。で、ここ、桂馬に打ちましたけれども、ここもですね、桂馬よりも、やっぱり一間飛ぶのがね、こっちの方が急場だったと思います。そこで、こっち手が回りましたので、黒はね、つけました。で、割り、ついて、割りついてね、下がって受けて二間に開きました。で、これは利かしですね。はい、利かし。これ利かして、で二間に、二間じゃなくてこう開きましたね。はい、大場なんですけれどもね。はい、現在の形勢なんですけれども、ここまでね、黒がだいたい 66% ぐらいですね。1目半ぐらいリードしてるんですけれども、で、一間飛びました。一間では、ここも大きいですね。このコスミね。で、桂馬に打ちまして、一間飛んで、ここに打ちましたね。ちなみに、ここなんですけれども、この、二間じまりの、桂馬の位置ですね。この位置はですね、これ、いつ打ってもいいんですね。いいところです。いつ打ってもいいところです。そこで、ここつけまして、跳ねてね。跳ねる手はいいんですけれども、ここで切った手は、これはちょっと無理でしたね。自重した方が良かったようです。ここは、こういうふうにね、継いでおくのが本手だったみたいですね。で、ここを継ぐことは多分ないと思うんですよね。そんなにもう、どっちにしろこれ利かした石ですから、おそらく黒はやっぱりこの大場に行くと思うんですけれども、これぐらいだったんですけれども、しかし、ここで切りましたので、これはですね、お互いね、ポン抜いた形になるわけなんですけれども、これでですね、よく見たら、ここのポン抜きとここのポン抜きなんですけれども、問題はこの石が生きてないんですよ。ですから、ここでね、形勢がね、一気に黒に傾きましたね。今はね、黒がね、もう 92% ぐらいまでいってますね。今 91% ですか ?91%。7目ぐらいリードしてます。はい。そういう形勢です。で、伸びて、一間飛んで、もうこれ、死んでしまいますので、こすんでね。で、一間飛んで、で、つけて、割り込みましたね、これ。
今こっち割り込んだ手が果たして良かったのかどうかわからないですね。こっちが厚くなってこっちが危なくなりますので、で一間飛んで、でこっちで地を稼ぎましたね。はい、まあここでは、まあ地を稼がずに、まあ黒こういうふうに桂馬でね逃げておく手もね、まあ考えられましたけれども、まあ地を稼ぎました。ですからまあ白がここ封鎖しましたね。でまあ一間飛んでこれ利かして割り込みましたね。はい、まあ割り込みがまあそうですね、一応これで一応しのいでますね、この黒はね。でこっち切れ、今度これまあこの継ぐことはできないですね、っていうのはこっちが死んでしまいますので、まあ行きまして、でここで取らなかったですね。まあ取っても良かったと思いますけれども、まあ取るとか、あるいはね、あのまあよくこういう場合によく出る、よく打つ方法なんですけれども、ここでこうではなくて、まあこういうふうに打つとかね、あるいはこういうふうに打つとかで、結局これ取る前に、まあこういうとこ利かしとくっていうことですね。はい。利かしておくっていうことですね。はい。まあしかし手を抜きましたね、ここでね。はい。まあここ、あの、普通に抜いていてもね、良かったと思いますけれども、今つけて伸びて、跳ねて、駆けついで、で、今白悪いのでこれコウにしましたね。で、継ぎました。まあここは解消しても良かったんですけれども、解消しなかったですね。はい。これはまあ、コウ立てですね。跳ねましたね。で、ここでですね、まあ、下から跳ねましたけれども、これは悪手ですから、上から切ってもよかったと思いますね。はい。上から切って、まあ、悪手ですからね、かなりのね。まあ、コウ立てが増えるっていうことなんですけれども、しかしまあ、下から打てました。で出て、受けて、取って、この手ですけども、この手がまたちょっと微妙なんですよね。まあ、受けてもいいですけれども、これ抜いてもいいですね、別にね。はい。まあ、しかし受けましたね。で、切りました。で、これまあ、切ったんですけれども、まあ、切った手はどうでしたかね、黒。今、黒は形勢がいいですから、まあ、安全に打った方がいいわけなんですけれども、ここを切ったことによってこれ乱戦になりますので、ですからまあここではもうコウ立てもまだありましたからね、こうではなくてもこういうのもコウ立てだったし、こういうのもコウ立てでしたから、もうコウ立てあったのになんでこれわざわざ切ったのかっていうのはね、ちょっとと理解できない部分ですね、これね。まあ、乱戦になりますので、こうなると。で、まあ、覗きまして、で、まあ、当たり打ってね、出て、で、抜きまして、で、こう、つけましたね。まあ、ここでは、まあ、受ける手もありますけれども、受けなかったですね、ここでね。この石はまあ死なないということなんですけれども。で、まあ、ここ、まあ、押さえて、で、この手がちょっとね、まあ、悪い手ではないんですけれども。で、まあ、ここは押さえたら、これで生きてしまいますので、まあ、当然こうなるんですけれどもね。一応こう切ってね。で、まあ、こうなりまして、この今はですね、この形勢云々じゃないですね。この石が取られるか取られないかって、そういう勝負になりましたね、ここでね。はい。だから、これは白は一応成功しましたね。はい。ここで乱戦に持ち込んだと。戦いに持ち込んだっていうのは、成功ですね。で一間飛んで、こう言ってね。しかも、上野四段は取りに行くのが、
非常に得意ですから、それでなくても取りに行きたいのに、覗いてこう打ちまして、これってそれでまあこっちを動きましたね。はい、まあこっちを動いたんですけれども、まあこれは取られてはいるんですけれども、まあ利かそうということですね、この辺ね。まあここ飛びましたね。まあこの手はどうだったかなと思いますけれども、まあ結局これで死にましたね。はい、まあでこれはまあ捨て石にしたっていう感じですか、この石は。でまあこの辺に効きがあると、このいうことですね。で先ほどはですね、まあかなりリードしてたんですけれども、黒はね、もう 90% 超えてましたけれども、一時期は 99% まで行きましたけれども、ほぼ。今はですね、ちょっとわからなくなりますね。この石がちょっと危険になりましたね、ちょっと。で、切りまして、で、ここでね、継いだ手がね、まあちょっと監修ですね。これ、継ぐ手がね、安全のように見えてね、実はね、ちっとも安全ではないんですよね。ですから、ここではちょっとパク五段が、まあちょっと動揺している感じがしますね、この手を見た感じ。で、現在の形勢は、黒が 70% ぐらいですね。はい。ですから、かなり追いつきました。ここでは、ここ継ぐんではなくて、これ取らないといけないですね、ここね。はい。まあ出ても、もちろん出たらね、こうやって、まあこれで当たりですけれども、攻め合いはこれ勝ってますから、例えばこう言ってもこういけばね、一応攻め合いは1、2、3手しかないですから、もうこれ5手ありますし、こっちは。もうこっちもね、これダメが伸びますので、ね、この4子もね、だったんですけれども、まあここでこう行きましてね、一応こう遮断するね、そういう余地はね、残りましたね。で、こう打ちまして、で、これまあ、逃げましたね、これね。はい、この石はね。取られますので、今度は。で、のどいて、押さえて、ここで、まあ、一目一眼作りました。これ一応一眼ですね、これでね。先手一眼ですね、これね。で、こう押さえてね。こう打って、下がって、まあこれ目がないですね。まあちょっと黒ピンチですね、これね。まあこの石取られたら、まあほぼ終わりですから、5は。いくら黒がいいとはいえ、ここを取ってね。これあまりにも大きいですから、まあここを伸びましたね、はい。まあこれは先手ですね。で押す、で、継ぎまして、で、覗いて、切りましたね。で、これ取られていきませんので、下がりまして、こう打ちましたね。まあ、ここ、そして、伸びましたね。で、ここをちょっと、当たり打たれて、こう行かれると、この石全体も目がないので、っていうことなんですけれども、ここで、まあ、一見飛んで、まあ、出てね、切って、そこでこっちをね、逃げましたね。はい。ちょっとかなりの乱戦になりましたけれども。で、まあ、押さえて、つけて、切って、取って、当たり打って、抜いて、ついで、こういって、二人打って、こうになりましたね、これはね。この、こうになりましたね。このこうは非常に大きいですね。このこうはですね、
黒が勝ったら、これ全滅ですね、ここがね。で、白が勝ったら、これが全滅ですね。で、これの鳥は残りますね。ですから非常に大きいコウですね、これは。お互い。で、まあ、こう当たり打ちました、これ。まあ、コウ立てですね、はい。で、ここでこっち受けましたね。まあ、こう取る手もありましたけれども。抜いて、まあ、当たり打ちました。これはそうですね。まあ、これと連絡、抜いて連絡したら、この黒石と、この白石が生きていないっていうことですね。で生きていなかったら、おそらく、まあ、石に、石ぐらいにはなるでしょうね。伸びまして、抜いて。で、これに対して、抜きましたね。はい。ですから、これ抜きましたけれども、今このコウ立ては、そうですね。厳密に言えばこれは、まあおそらく敗着になるそういう手でしたね。はい。厳密に言えばですね。はい。厳密に言えばですよ。そうですね。ここでまあ重要なのは、この石をね、取らないといけないですね、白はね。白はこの石を取らないと、この石取られても、これ取られたら、ダメですから。しかもこれも、取ったと言ってもね、もう攻め取りですから、これ。取れるかどうかもわからないし。で、これがまず絶対ですね、これ。これ、取らずにこういうことやったら、これは、これで、これが取られてしまいますので。まあ、こう打ったんですけれども、さあ、ここで、まあ、これは先手ですね。で、ここでですね、これを打った手が敗着でしたね。まあ、これを打った手は、ダメをね、まあ、放り込みからのダメが詰まるということでこれ打ったんですけれども、これが敗着でしたね。黒のね。ここでは黒は、ここを打たないといけないですね。で、ここは、みだりには打てないですね。というのは、今すぐ放り込んだら、これ生きるのでこうやらないといけないんですけど、こういったら、これこうですね。で、このこうは、白は、まあ白はこれ取れるかもしれませんけど、こっちをね。こっち取れるかもしれませんけど、これが取られてしまいますので、これはダメですね。ですから、むやみにこの放り込みを打てないんですよ、すぐには。まあそうだったんですけれども、まあここ行って、ここ行かれてね、これでね、もうこれで攻め合いが負けてしまいました。ここ行かれて。で、ここが急所だったんですけれども、まあこの後こう行くんですけれども、これ、普通にダメ詰められてもね、これはもう攻め合いで負けてますね。はい。で、ここで投了しましたね、黒がね。以上です。